はい、皆さんこんにちは。今日は木下くんに来てもらってます、はい、ヤフー知恵袋のね、コーナーです。勝手に答えちゃいます、はい。作業服とちょっと検索したんですけど、作業服着た男性が夜に何度も訪問してくるので最近とっても困っているんですが、インターホンの左についている電源スイッチをオフにしても大丈夫ですか？オフにしたらいけないとかありますか？ないと思います宅急便で今宅配便とかコンビニで受け取れたり、あの宅配ボックスで受け取れたりするから、なんか通販で頼んだらそっちで受け取って、まあはい、インターホンの電源オフにしてもいいんじゃないですかね。まあそうですよね、でも作業着を着た男性が夜に何度も訪問してくるって怖いよねそれはちょっと警察あんまり良くないと、ちょっと警察に相談した方がいいんじゃないかっていうレベルの話ですよね。作業服とは全然関係ない話です。いいんじゃないですかね、インターホンオフに